こんにちは、バックネット裏です。今日は日本プロ野球界において四球王に輝くピッチャーについてお話しします。輝くと言ったら語弊がありますが、紙一重で四球になるならないシュートとスライダーを武器に持っていたからこそ、通算251勝という輝かしい実績を持つピッチャー、それが元西武ライオンズ監督であり、選手として入団してからもライオンズ一筋に生きてきた男、背番号21番、東尾修です。現役通算で与えた四球は165個、これは現在でも破られていません。というか、そんな際どいボールを投げるピッチャーはもう出てこないでしょうね。西武時代はもちろん、前身であるクラウンライター太平洋クラブ、二節時代から打者の内角を鋭く攻め、たとえデッドボールになっても何とも思わないような気の強さが尋常ではなかったのです。今球界を見渡しても東尾みたいなピッチャーいませんね。若い時から沖縄を流しており、まあ典型的な遊び人で、そうしたエピソードもたくさんありますかね。迷宮界に入るほどの努力家とは正反対の選手でしたが、まあとにかく打者を打ち取る技術には長けていました。1960年に発覚した黒い霧事件によって、西鉄ライオンズは大きな戦力ダウンとなり、1972年終了後に太平洋へ身売りされました。そして4年後の1976年オフには太平洋クラブライオンズからクラウンライターライオンズへ身売りされます。こんな不安定なチーム状況ではプレーに専念できず、優勝争いどころか下位に低迷するほど、球団の財源、体質、チームの戦力など全ての面で他球団に見劣りしていました。しかしその時代にあって黙々と投げ続けていたのが背番号21、東尾修です。西武ライオンズになって廣岡監督の下で初優勝した時のインタビューで、優勝なんて夢のまた夢、考えたことすらなかったと当時を振り返ってますが、それでも当時の東尾は鬼のような形相で打者に向かっていったんです。西武ライオンズ創設の時にロッテから移籍してきた戦後初の三冠王でもある野村克也捕手、野村さんは東尾のボールを受けたことがありますが、野村さんが言うには、コントロールはいいのだがボールは本当に遅い、もう面倒くさくて素手で取りたくなるようなボールだったと回顧しています。私自身も実際に平和台で生の投球を見ていますが、テレビで試合を見ていても確かにボールは速くなかったことを覚えています。また西鉄太平洋クラブクラウンライターの時はコントロールも悪かったことを今でも忘れてません。当時はまるで稲尾投手のように毎日投げているんじゃないかと思うほどよく投げていました。実際に当時は中2日、中3日の登板も平気で、とにかく投げることが喜びだったと本人も振り返っています。稲尾というすごいお手本がいたし、シュートやスライダーの投げ方も教わったのでしょうかね。負けても負けても投げ続けていましたが、そのうち年々勝ち星も増えていきました。福岡にいた時の太平洋クラブライオンズ時代、1975年はチームの勝利数58勝のうち23勝を挙げています。そして1978年のクラウンライターライオンズの時はチームの勝利数は51勝でしたが、そのうち東尾は23勝をしています。さらに広岡監督になって、まあ、あちこちあちこちいじられ、相当悔しくて勝つためのコントロールを身につけたかもしれませんが、それでも球速といえばバッターには手頃なスピードでした。バッターが来たと思った瞬間、つい強引に打ちに行ってしまい凡打になってしまうところが東尾の凄さだったようです。シュート、スライダーのコントロールが良くて、打たせて取るピッチングに磨きをかけて通算251勝を挙げています。東尾の最大の持ち味は打者の内角を厳しく攻める投球術です。打たれたバッターに対しては、特にここぞという時にはたとえデッドボールになろうとも平気で内角の厳しいところをついていました。東尾はキャッチャーの方を見るのではなく、バッターの目を見て睨みつけながら投げていました。大きな目をカッと見開いて投げてくるので、バッターはこれは当てに来るなと一瞬ひるみます。そこで腰が引けるので、インパクトまでにコンマ何秒か遅れ打ち取られてしまうのです。
デッドボールによる乱闘事件もありました。私の記憶になるのが1986年6月13日の西武球場での近鉄戦です。6回ワンアウトに近鉄のデイビスに投げたインコースのシュートが踏み込んだデイビスの左肘に当たり、これに怒ったデイビスがマウンドの東寄りに駆け寄り右ストレートを放ち、その後蹴りを4発5発そしてパンチを浴びせるなどの乱闘事件となりました。デイビスはこの時コントロールのいい東尾がああいうところに投げるのはわざととしか考えられない、狙って当てたんだと怒鳴り散らしていました。デイビスは退場となり、パンチを受けた東尾の左目は大きく腫れていましたが、ここで降りたらかっこ悪いとして続投し完投勝利をしていますから相当な負けず嫌いでした。西武時代のキャッチャーだった野村さんも東尾に聞いたことがあるそうです。お前ごっついへんてこなところに投げてくる時が時々あるけど、あれはわざとやろと聞くと、東尾はああわざとですと平気な顔で答えていたそうです。その理由について東尾は、わしらみたいなピッチャーそうでもしないと持ちませんよと話していたと回顧しています。東尾は至急乱闘になる可能性など全く恐れず際どいところに投げてきます。ここに通算251勝の真骨頂があるのでしょう。そしてその負けん気が東尾の最大の武器でした。こんな投球は今のピッチャーは怖くて到底できないと思いますが、もっとインコースを攻めろと叫びたくなるのは私だけでしょうかね。現役実動20年、登板数697試合、先発537、完投247、完封34、勝利数251、敗戦247、勝率5割4厘、与四球165、防御率 3.50、最多勝利2回、1975年23勝、1983年18勝、最優秀防御率1回、1983年に 2.92、 最多奪三振1回、1975年154個。東尾のエピソードはまだまだたくさんあります。こんなエピソードがあったぞ、こんなことも知ってるぞなどコメントください。ということで、デッドボールも平気だった球界一の気の強さと言われた東尾修投手を解説しました。この動画が良かったと思われたら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。